日野自動車歴代大型トラクター20選に特徴的な専用フェイスデザインなどを採用した日野自動車の大型トラクターの数々、第1号モデルから現在までの歴代モデルを日野の100年以上の歴史とともにお届けします。このチャンネルは日本のトラックを紹介するマニアックな内容盛りだくさん。登録、いいね、コメントお願いします。1917年大正6年、日野自動車の前身東京ガス電気工業が軍用に製造した TGE A 型2トン積みが登場、初の純日本国産量産トラックとなりました。その後 TGE 型はモデルチェンジを重ね、 TGE トラクターが登場。1930年、昭和5年、日本初の市販トラクターとも言われる TGE L 型トレーラートラックが登場しました。軍需工場だった日野が戦後に解散後、再び再建することとなり、1946年最初に手掛けた第1号モデル T1020 型トレーラートラック登場。トラクターヘッドは戦時日野が製造していた装甲兵車歩破の前半部やエンジンの在庫などを使用し製造しました。これからの日本の大量輸送を見据えての製造であり、すでに大型トラックを製造販売していた他社がまだ手掛けていない国産初の大型トラクターとして、他社と日野の差別化にもつながりました。1947年、 T10 トレーラートラックがモデルチェンジし T11 となり、共に荷台を客室に変更した T11B、T25 トレーラーバスが登場。このトレーラーバスが好調な販売台数となり、日野の経営は軌道に乗っていきました。以降はトラクターヘッドをトレーラートラックとバスで共用し、T11、T12、T13 と改良し、モデルチェンジを重ねていきます。また、1948年には国内の自動車メーカー初となる販売部門会社を設立し、視野を伸ばしていくこととなります。1951年、警察予備隊向け車両 HA10 型トラクタートレーラーが登場。1953年に同じく警察予備隊向け車両セミボンネット配キャブの HB10 型が登場。その後も HB11、HB12 型とモデルチェンジを重ねていきます。HB 型はアメリカ軍のトラクターをコピーし開発された車両であり、後に登場する日野のアメリカンスタイル HK ハイキャブトラクターの祖先とも言えます。1964年、大量輸送時代を見据え開発されたボンネット型 4×2 トラクター HE100 が登場。翌年、1965年、重量物運搬用に 6×4 トラクター HF100 が登場しました。1966年、本格的キャブオーバー型 4×2 トラクター HE300 が登場。ボンネット型は全長が長くなり、積載容量が少なくなるため、より多くの荷物が積めるキャブオーバー型へと変わりつつある時代でした。1968年、ハイウェイ専用セミトラクター 4×2 HG300、フルトラクター 6×2 KG300 が登場しました。当時は高速道路が開通したばかりで、大量輸送用として開発され、直線を生かした独特のキャブデザインは、アメリカントラックのような外観を目指しつつ、少量生産でも価格を抑え、容易に生産ができるようプレスラインを抑えた結果でした。大きなフロントウィンドウ、広いベッドなど、角型キャブのメリットが生かされた内装をしており、静寂性、操作性、居住性なども優れ、高速走行における運転手の疲労軽減に配慮されていました。1969年、キャブオーバー型大型トラクター系がフルモデルチェンジされ、イタリア人デザイナーを起用したキャブデザインに一新されました。1971年のマイナーチェンジを受けるまで、トラクターと単車系トラックはキャブやグリルなど違いのない同じフェイスデザインを採用していました。1971年、大型トラクター系がマイナーチェンジし登場。このシリーズから日野のシンボルともいえる赤いエンジンが搭載されました。セミトラクター HEK、HHK はアメリカントラックのような外観をしており、
専用の廃キャブを搭載しています。映画トラック野郎に登場するなどし、今もなお人気のある評価の高いトラックです。なお、フルトラクターと一部のセミトラクターは単車系大型トラックと同じローキャブが搭載されていました。またボンネットトラクター系もフルモデルチェンジされました。昨日の国内販売最後のボンネットトラクターとなりました。1980年大型トラクター系が昭和54年排出ガス規制に適合し登場。セミトラクター H 系はハイキャブからフルトラクターや単車系大型トラックと共通のローキャブへと変更となりました。1981年大型トラクター系のフルモデルチェンジが行われました。通称スーパードルフィントラクター前期型と呼ばれていますが、発売当初はシリーズ名がなく昨日大型トラクターと命名されていました。セミトラクターには専用の大型グリルが装着、フルトラクターは単車系大型トラックと共通のグリルが装着されました。1984年マイナーチェンジが行われ、昭和58年排出ガス規制に適合し、角型4灯ライト、ウィンカー、ポジションランプ、グリルの形状など変更されました。またシリーズ名がスーパードルフィントラクターと命名されました。1992年平成4年大型トラクター系のフルモデルチェンジが行われ、スーパードルフィンプロフィアトラクターが登場。セミトラクターには専用の大型グリルが装着、フルトラクターは単車系大型トラックと共通のグリルが装着されました。1995年のマイナーチェンジで、1952年から昨日のボンネットを飾っていたエンブレムのウィングマークが H をモチーフにしたものへと変更となりました。2000年にマイナーチェンジが行われ、以降の日野は大型トラクター、単車系大型トラックともにほぼ共通のグリル、フロントフェイスへと変更となり、大型トラクター専用のフロントフェイスデザインは廃止されました。2003年大型トラクター系のフルモデルチェンジが行われ、プロフィアトラクターが登場。大型トラクター、単車系大型トラックともにハイキャブを搭載しています。ハイキャブの採用は1970年代に生産された HK ハイキャブトラクター以来となります。2018年大型トラクター系のフルモデルチェンジが行われ、社名は変わらずプロフィアトラクターのままで登場。スーパードルフィンから通算すると4代目、スーパードルフィンプロフィアから通算すると3代目、プロフィアから通算すると2代目となるややこしいネーミングですが、通称プロフィア3代目と呼ばれています。2003年から2011年、日野はスウェーデンのトラックメーカースカニアと業務提携し、スカニア製大型セミトラクター R シリーズ 4×2 を日野が日本仕様に変更し、日野スカニアとしてフロントに日野のエンブレムを付け販売していました。2003年に北米向けボンネットトラックとしてプラットフォームに日野レンジャーを流用した中型トラック日野600シリーズが登場し、2018年から新たに大型クラス8 14.9 トン以上の XL8 が加わりました。セミトラクターから単車系トラックまで様々なモデルが発売されています。今回は日野自動車の歴代大型トラクターを歴史とともにお届けしました。日野再建第1号モデルであるトラクターは日本の大量輸送を見据えての参入でした。その後も拡大し続ける大量輸送は、現在ドライバー不足、大量輸送、効率化、リレー輸送などの面からトラクターの注目がますます高まっており、日野の先見性は大変感慨深いものがあります。日本、世界経済のインフラを支える重要な大型トラクターを含むトラック業界がさらに発展し、住みやすい未来をもたらしますように。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。このチャンネルは不定期配信となりますので、見逃さないためにもチャンネル登録、ベルマークの最新通知のオンをよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。